演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラチラ日清焼きそば UFO を使った超巨大お好み焼きを食べたいと思います。はい、これ以前紹介したあのにゃんこ大戦争焼きそばまだ残ってたんですよね。本当食べる機会なくて、で本当いつまで残してるんだっていうツッコミが来そうですが、確かに残しておくわけにもいかないので本日食べたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。いただきます。それとは中か外かの違いがあるからな。そしてそれが決定的に違う。だからこれはこれで美味しいけど広島焼きとは違うね。麺がしっとりしている部分もあれば程よくパリパリした部分もあって、ふんわりとした生地とうまく合わさっていてとっても美味しかったです。お好み焼きなのでちょっと広島風というようなイメージをしてたんですけど、それとはまた違いましたね。上に乗ってるのと直接入れるのでこんないう風に変わるもんなんですね。と言いつつ、まあそんなに語るほど食べたことがあるわけではないのですが、広島風お好み焼き、またそっちの方も食べてみたいですねって、食べてレビューしたいですねって、先に食ってからやるっていうような気もしますが、でも美味しかったです。 UFO ようやく使い切りましたが、どんだけ本当にかかってるんでしょうね。というわけでこちらのペーストとさせていただきます。なんか手前味噌のような気がしてちょっと引けてしまいますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、ついでに以前紹介したこのにゃんこ大戦争焼きそば関連の動画も見ていただけると嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきますね。演舞終演。